はいいじゃあ始まりまましたハイチのダラダラジオ第回でございますで今回のテーマは9月の最初の「ダラダラジオなのでえ9月のポイントというテーマで喋らせていただきますよかったらお付き合いくださいじゃあ早速ね話していきましょうでまあ、大体がまあ受験生向けになるとこにはなるんですが、まあ、9月のポイントはですね、まあ、自分が今からね話そうと思っているのは、まあ、受験生じゃない方もかなりね あの関係するとこになるのでよかったらね受験生じゃない方も聞いてみてくださいで、まあ、ポイントって言われたらいろんなところがあるよ体調管理とかねいろいろあるんだけどモチベーション管理とかもでも一番クラスのキーポイントとなると思ってるのがペース管理なんですペースでこれどういうことかっていうと今回ね下の方にオレンジで上り坂って書いてあるでしょでこれがちょっと関係するんですけど、まあ、この例え話がね伝わらなかったら本当申し訳ないんですが あのマラソンで、まあ、例えます、まあ。自分よく受験勉強をマラソンっていう、ね、例えを出すんですけど、あのー、夏休みありましたよねで。夏休みっていうのは、マラソンを走る中でも、ちょっと下り坂の期間になります。自分のイメージとしては。どういうことかっていうと、もちろん下り坂走るのもね、足にかなりダメージがくるんで疲れるんですけど、やっぱり若干走りやすいんですよ。上り坂とか、平坦な道に比べたら下り坂若干走りやすい。 なぜかっていうと、まあ、夏休みっていう気持ちの余裕もできやすいし何より学校はないそして時間が取れるんです自分のためにもちろん12年生は部活があるからねその分時間は削られるけどそれでも学校がある時に比べたら気持ちも時間も余裕がありますよねだから下り坂のイメージなのでも9月になったらその下り坂だったのが平坦な道に戻るのではなくて急に上り坂に変わる感じ だから、よし、走りやすいぜって思ってたのが急に登るの。やっぱ、つらっていう。っていう時期になります、9月は。で、これは何でかっていうと、あのまあ、とにかく一番変わるのは学校,が変わる学校が始まることなんだよね。で、学校が始まると、やっぱり、まあね、こう、学校が楽しいって思ってる方にとっても、やっぱり肉体的にも精神的にも疲れるところは出てくる。学校が始まると。 でそれプラス時間がなくなるんだよねこれやっぱり40日間ぐらい夏休みを過ごしてて学校が始まると本当に時間ってないんだよね学校の時間って長いからさ当たり前だけどそうだから学えっと時間が取れなくなる時間が取れなくなるから今まで自分の勉強してたペースが崩れるんだよねで何したらいいか分かんなくなったりとか何を優先したらいいのかが分からなくなるのでそうすると焦るの今度 って言って、どん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 悪循環になっていくんだよね。気持ちも焦るし、めいってきちゃうし、ああ、どうしようどうしようどうしよう。あ今日何もしなかったみたいな。風になって、まあ結果として、まあね、焦ってしまって、まあ登り坂みたいな状態になってしまうと。いう感じになります。だから、最初に話したペース管理っていうのは、学校が始まった、始まったよね。始まったみんな。学校がある状態のみんなにとって、一日をどういう勉強のペースを作っていくのかっていうのを早めに作るの。 これは9月を全体かけて作るんではなくて、もう1週目で作ってください。今日3日ですよね。だから4日から 5,、えっと、5日じゃねえや。8日まで。この月から金までで勉強のペース、自分の生活リズムを作っちゃってください。これしとかないとズルズルいくよ。9月。あっという間に9月が終わるから。ってなってしまうので、ここをまず意識する。この1週目でね。 で、えー、といつも話すように勉強量っていうのは周りと比べることじゃないですだから周りと比べたら自分が少ないとかまずいんじゃないかとか思うかもしんないけど人が集中できる量っていうのはもちろん人によっても違うそんなに長くないから集中力っていうのは持たないから大人でもねだから自分の今できるペースっていうのをしっかりつかむねそれが1日30分なのか1時間なのか2時間なのかわからないけど帰宅する時間も違うだろうし寝る時間も違うだろうしね ただ、しっかり自分が前に進めてるんだって、受験勉強だろうとテスト勉強でもどっちでもいいから、それでちゃんと前に進めてるんだっていう感覚がつかめる、実感ができるようなペースを作ってください。でもう一個、ごめんね、いっぱい話しちゃって、そのペースをつかむ上でちょっと大事なのが、ここ、あんまり無理しない方がいいです、9月あのなんだろう。詰め込まない方がいい。あれもこれもやろうみたいなのは、個人的にはしない方がいいと思ってます。 なんでかっていうと、まあ、10月、11月、12月ってね、どん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 受験が近くなってきますよね。で、受験が近くなってくれば、当然精神的にダメージを負います。プレッシャーかかるからね。そう。で、9月であまりちょっとスタミナを使いすぎると、10月、10月11月に持たなくなります。結構。だから、しっかり自分のペースで、上り坂だからね今、みんな上り坂にいるから、しっかり自分のペースで走れる。あの、なんだろう、あんまり楽はしなくていいけど、でも、 きつ,くないきつくなりすぎないまあ難しいねちょっと感覚的なことを言ってるから難しいけどその量っていうのはみんな自身が決めていいものだからそこをね意識してまず1周目を過ごしてくださいでじゃあ2周目3周目どうするかっていうと2周目はその1周目のペースを守れるかどうかが大事いい人っていうのは何日間から持つの3日坊主っていう言葉があるように何日間から持つんだよねでもその1週間経った時にじゃあ土日が今度来ると で土日が来てそこも超えた状態で11からの週がしっかりできるかどうかが大事で9月は3週目に3連休あるんだよね土日月161718でここで3連休ってねやっぱりね気持ちがね緩むんだよ緩むからそこをうまく乗り越えられるもちろん遊んでもいいんだよ俺受験生が遊ぶなんて思ってないから思ってないけどメリハリつけて例えば遊んでしまって あー、ダメだ私。やっぱり遊んじゃった。もうダメ。私クズみたいな。そんなん思うんだったら遊んじゃダメ。遊んで、よしって。気分転換になった。じゃあ頑張ろうって。ポジティブになるために遊んでください。そのために遊ぶって言うけどもあれだけど。いいね。そのためにも、9月はそのペース管理っていう部分を意識して、自分のペースってどんなペースかなっていうのね、しっかりつかむ1ヶ月にしてください。はい、という感じです。だから上り坂はその話ね。 もう一個下に書きましたけど、パーカーができましたということで、まあ、ツイッターをね、見てくれてる方は、えー、ご存知かもしれないんですが、あのー、5周年、今、ね、6年目なんですけど、この活動、5周年が経った時に、まあ、自分のグッズを作りたい、パーカー作りたいってそこで言ったんですよ。で、えっ、ー、と、それがですね、あの、あるショップを、まあ、使わせてもらって、えっ、ー、と、承認されまして、先日発売が決まりました。で、実際、えっ、ー、と、パーカーが、えー、と白と黒の2色、で、あと T シャツも作って、T シャツが白と黒とグレー。 と、あとあれだ。えっ、ー、と、ライトイエロー。ちょっと明るめの黄色ですね。の4色。で、あと、トートバッグ。もうちょっとね、同じデザインなんですけど、全部。作りました。で、まだ、えっ、ー、と、公式で、ここで売ってますっていうのは発表してません。で、なぜかっていうと、えっ、ー、と、自分が今、その発売が決まって、ですぐ買ったんですよ。ただ、届くまでちょっと10日くらいかかってしまって、まだ手元に来てないんですね。で、手元に来て、なんか、来た感じ とか、その、こんな感じで、実際届いたらこんなんでしたよっていう含めてちゃんとなん告知したいと思って、あの、まだしてはいないんですが、ただ、えっ、ー、と、そのショップをね、見つけてくれた子がたくさんいて、すでに買ってくれてる子もいるんですけど、また、あの、その発売、なんだろう、こういうの作りましたっていうのは、えっ、ー、と、ツイッターと、あと、ま、動画にもね、せっかくなんでしようとは思ってるんですが、あもし興味ある方は、チェックしてみてください。ただ、あの、自分初めて作って思ったんですけど、あの、他の YouTuber さんとかグッズ結構作ってるじゃないですか。 T シャツとかも。で、個人的には、確かにこう T シャツとかさ、なんだろう、なんだろう、学校とかでもみんなで作るやん。その時も結構高いのは知ってたの。で、今回作ってみて、高いね。<laughs> やっぱり、普通に、あのー、なんだろう、T シャツ1枚とか、店で買うほが全然安いものなのね。で、YouTuber さんのグッズとか見てても高いなぁとかって思ってたけど、まあ、高くなるね。そう。だから、実際ちょっと値が張ってしまうので、 ね、学生のみんながすぐポンって買える値段ではないと思うんですけどもしまあ親御さんとかが許してくれたりとかあのー、ねお年玉はたいてとか思ってくれる方がいらっしゃれば買ってくれるととても嬉しいですあの本当にねあのー、個人的には結構満足のいくデザインのものただデザインを見ても何これって思う方が多いと思うのでそれは、えー、とこのグッズ作りましたっていう時にあの意味もちゃんと話しますので、まあ、もしよかったらねその動画もチェックしてみてくださいで最後にもう一個なんですけど 今回、久しぶりにちょっとツイッターの告知というか見に書いたのね。ツイッターのアカウントのやつ。で、まあ、ひらがなの配置。ちょっと漢字ではなくて、ひらがなの配置で調べてほしいんですけど。で、そこに、アットマーク、配置、えっ、ー、と、アンダーバー、とあるが自分の、なんだ、アカウント名じゃねえや。なんだっけなんて言うんだっけ <laughs> 出てこない。なんですね。で、あのー、まあ、他の YouTuber さんでもある話なんですけど、 結構偽アカウントがですねちょ、ちょこちょこ報告を受けております。で、ただただ偽アカウントを作るだったらまだいいんですけど、ちょっとね、一人ね、ちょっと前からタチの悪い方がいらっしゃって、偽アカウントを作って自分のフォロワーさん、え自分をフォローしてくれてる方に、こうね、なんてうんだろうな、悪口というか、をね、わざとツイート、リプに送ったり、ツイートしてくる人がいらっしゃるらしいんです。で、まあ、それもちろん自分と同じ写真を使ってたりとか、説明文。 同じにしてあるんですけど、そのなんだ、アットハイチアンダーバーとあるが自分のやつなので、で、自分、なんだ、サブアカウント作ってないんで、それしかないから、もしね、なんかそんなんが出てきたら、あの、もしあったら報告してほしいです、自分のところに。でもし、一番は、カとしてくださいあの。本当にね、不快な思いさせてしまって申し訳ないんですが、たまーになんか出てくるらしいのですいませんけど、ちょっとその辺をね、あの、なんだろう、把握しておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい、という感じでね、ちょっとたらたら話してしまいましたが、ここまでご視聴いただきい,やいやお付き合いいただきありがとうございました。ではね、また次回、えっ、ー、と、10日ですね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。